アオーディは日本の競争馬である。主な勝ち倉は JBC クラシック日本テレビ杯、シリウスステークスアンタレスステークス名古屋大賞店。2012年12月24日の2歳新馬でデビューし4着に敗れる。その後しばらく芝の中長距離を使われる。年が明け2戦目、3戦目と4着が続き4戦目は5着。 5戦目にして初勝利を挙げる。昇級戦の大神桜賞は、ラストインパクトに半馬進化はされ2着。自走は、青馬賞に出走し5着と掲示板に乗る。自走の3歳500万下は3着となるが、小馬との初対戦となった、足立山特別は一番人気に応えられず6着に、敗れる。横山の博が起乗した、縁特別は、 後位から足を伸ばし一場審査をつけ二勝目を挙げる。その後一時期横山が主戦を務める。続く、昇級初戦の九十九里特別は三着、自走の三歳、以上千万下も三着となる。その後休養に入る。五ヶ月ぶりのレースとなった、小牧特別は、三重の奇跡を首差しりぞけ一着。準オープンに昇級する。中一周で挑んだ。 名古屋城ステークスは上がり、最速の足で追い込むも2着まで。緑風ステークスは接戦の中タイム差なしの3着に、敗れる。格上挑戦で、ハンデに恵まれた目黒記念は2番人気となり、4着までタイム差なしの接戦の中4着となる。夏になり、高級戦となった阿賀野川特別は7着と凡退。信濃川特別は、最後方から追い込むも2着。その後、 優級さん特別、練習奈だ特別と一番人気になるが7着、4着に、敗れる。5歳初戦の北王子特別は3着。千里山特別は一番人気になるも12着と、大敗。続く、名鉄杯は、頭差の2着と赤敗。次相の鴨川特別は4着となり、4歳、以上千万下で逃げるスペキュレーターを、首逆はし勝利を挙げる。 最小級初戦のジューンステークスは3着。その後3ヶ月休養し27戦目にして初ダートとなったオークランドレーシングクラブとロフィーで上がり、最速の足を繰り出しダート初勝利でオープン昇級となる。このレースから最後まで竹豊が起乗することになる。自走、重傷のシリウスステークスは、道中中段から最後の直線で一気に抜け出し、 粘るダノン・リバティに3場審査をつけ優勝。連勝で重賞初制覇を飾った。休養明け5ヶ月ぶりのレースとなった名古屋対商店は、強敵不在の中1.4倍の断然人気に押される。レースは2番手から4コーナーの手前では早くも先頭に立ち、最後の直線では差を広げるばかりで結局大差をつけて圧勝し、3連勝となった。 自走のアンタレスステークスでも一番以外の人気を背負い、中段から直線で粘るアスカのロマンをハンバーシンカしダートムキズの4連勝を飾る。その後、平安ステークスを予定していたが、右前足の不安のため回避し、放牧に出された。復帰初戦となった、日本テレビ杯月は4コーナーを前に逃げる毛人と、連れて、後続を話し、 ゴールの直前までどちらも譲らず追い比べが続き、最後は外から頭さ抜け出て優勝。三着には5馬身突き放しだ後の連勝となった。初の J プニー出走となった JBC クラシックは、同中5から6番手から3コーナーで徐々に進出。4コーナーで北高たる前、コパノルキーと先頭で並ぶ形となってから足を伸ばし、内で粘る北高たる前に3。 4番審査をつけて、セリカチ、J プニー初制覇。安城の竹豊は、JBC クラシック8勝目を挙げた。続く、チャンピオンズカップは一番人気で迎える。レースは、中段の内から、直線戦闘に踊り出るもサウンドトゥルーの末足に、首差さし切られ2着に敗れる。ダート無敗記録は6でストップした。 年末の東京大象点は1.6倍の断然。人気となり2番手から競馬をするも後ろにいたアポロケンタッキーに捕まりサウンドトゥルーを首差し覗けるも連続2着となる。7歳初戦はドバイワールドカップへの招待が受諾され出走。弟のラニと共に挑んだが5着に敗れる。帰国初戦となった帝王賞は3着に敗れる。 その後は休養し5ヶ月ぶりの実戦となった JBC クラシックは連覇を狙うも4着に敗れ国内、ダートで初めて馬券圏内から外れる。自走のチャンピオンズカップは5着と着順を落とす。発災初戦は川崎記念を選択。上がり最速の足を使うも前のケイティブレイブアポロケンタッキーを捉えられず3着に敗退。続く フェブラリーステークスは9着と崩れる。2年連続での出走となったドバイワールドカップは6着に敗退。続く、帝王賞は7番人気での出走となり8着と凡退した。8月6日、大戦ヒルズで放牧中に右施設を骨折し、予後不良と診断された。ありがとうございます。